と一般社団法人富山代表理事の水野です。とこの度は子どもたちの心を育む活動の対象をいただき本当に嬉しくまた光栄に思います。とこの度の表彰に関わってくださった皆様本当にありがとうございました。と対象についてはえと表彰式までわからないということでえー、とあの今かなり血圧が上がってドキドキしている状態なんですけれども本当にありがとうございます。 私たちポンテ富山の拠点である宮の森カフェは富山県の西部にある富山市というところのさらに山手の地域にあります。今年はコロナ感染拡大に加えて、えっと、雪が昨年に続いてまたかなり降りまして雪遊びを楽しめる反面大雪のために活動を制限せざるを得ない日があったりしてまあでも仕方ないだったら今何ができるかなと知恵を絞りながら歩みを止めずになんとか踏ん張ってきました。 月曜日から水曜日はフリースタイルスクールと称して不登校の子どもたちとちょこっと生きづらさがあるという若者たちが一緒に活動しています。木曜日から土曜日はカフェ営業をしていますがそこにも中学生や若者たちが来ています。日曜日は主にプログラムですが子どもも若者もお父さんもお母さんたちも一緒に活動しています。 そのほかにも学習サポートや若者の働くサポート、相談と、まさに隙間産業的に、でも結局のところ、目の前にいる子どもたちや相談に来てくれた人たちの困りごとをどうしていくか、そのために必要なことは何かということに取り組んできた中で、このような形になったというのが実のところです。 年齢も育ちの環境も本当に様々な人がやってくるいわばごちゃ混ぜ状態なのですがごちゃごちゃ混ぜだからこその良さを私たちはここ数年本当に心から感じています子どもたちとの日々はワクワクがいっぱいで本当に毎日飽きません子どもたちはごちゃ混ぜの異年齢の中そしてちょっと斜めの関係の中で本当にたくさんのことを学び合っています カフェには、生きづらさがある大人の皆さんもたくさん来てくれています。彼ら、彼女らを見ていると,と、自分の人生を主体的に生きられていない、自己選択や自己決定のチャンス自体が周囲に奪われてしまっている、そのことにも気づいていないという場合が実に多いです。子供たちには、発達の凸凹ココがあるとか、育ちの環境などの影響を受けずに、自分の人生を主体的に生きていく大人になってもらえたらな、そのためのお手伝いを、 子どもの邪魔をしないように気をつけながら、えっとこれからもえっといろいろ活動をえっとやっていけたらいいなと思っています。最後にえっと今まで、えー、関わってくださったすべての皆さんに心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。本日は本当にどうもありがとうございました。